川崎市高津区役所の1階市民ホールで高津漫才大会 T1 グランプリが行われました。この大会は高津区が市民から提案をもらって一緒に進めていく町の企画室事業の一環で実現しました。今回の企画についてはフランポネの島岡マヌーさんからご提案をいただいて、その内容が高津区を笑いで盛り上げたいという一心で提案いただいて、区の方の審査員にもすごく魅力に感じて今回開催に至りました。大会には11組が参加し、高津区あるあるをテーマに漫才の腕を競いました。じゃ高津区に住んでるよっていうバツイチの方でもここに大きい大三角形があって、こっち側にも高津区在住の休校通過が準優勝、小学生兄弟の高津の筒浦浦イノシシ兄弟が優勝しました。漫才の養成講座っていうのが区役所であったので、それに参加して、一緒に講座になったっていうのがきっかけ。その最初の養成講座の中でちょっとお試し版で短い漫才をやってみようみたいなコーナーがあって、やってみたらすごい楽しかったんで、ちょっとこのままコンビ組みましょうという話になりました。高津って言った時に本当になんか体が飛び上がるような感じでびくっとして、なんか感動したというか、漫才って楽しいなって思いました。もう本当に1位取ってめちゃくちゃ感動して嬉しかった。